Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 皆さん、こんにちは。ロスティーズミです。今日はですね、フランス語の手の文字が、どういう時に to ではなくて su と読むかというのを勉強したいと思います。Alors aujourd'hui, on va apprendre comment prononcer la lettre T en français. だいたいフランス語で T が出てきたら to って読んでいいんですけれども、例外的にすと読むとかあるんですね。そういう時にすごく戸惑うと思うので、どういう時にすと読むのかっていうのを一緒に見ていきましょう。Alors, vous êtes prêts? On y va! はい、まず大原則として、通常フランス語の T の文字は、to というふうに読みます。例えば、絵という意味のこの単語、tableau と言います。男性名詞ですね。このように、と読んでください。次にケーキという意味のこの単語。これはパティスリー。ね、これもキというふうに読みます。次にこれは、形容詞なんですけれども、親切なという意味の形容詞。これはジョンティーと読みます。これもキというふうに読みますね。で、これ最後の L は読みません。で、これは、男性名詞につく場合の、形なんですけれども、もし女性名詞につく場合、例えば、親切な女の人というふうに言う場合には、これが、ジャンチーユという形になります。例えば、une femme gentille。これで親切な女の人という意味になります。このように通常は、手の文字は、と読みます。ただし、単語の最後が t-i-o-n で終わっている場合、この場合はですね、この t の文字はすと読むんですね。つまりこれはシオンというふうに読みます。例えば、情報という意味のこの単語、インフォマションと言いますね。シオンとなります。それからローション、化粧水ですね。これはロッシオンとなります。これもシオンと読みます。次に、実行という名詞。これは、エグゼクションと言います。これも、シオンというふうに読みますね。次に、選択というこの単語。これは、オプションと言います。これも、シオンと読みます。次、完璧という名詞。これは、パーフェクションと読みます。これも、シオンですね。最後が、t-e-o-n で終わっているので、シオンと読みます。で、この注意。これは、attention。これも、シオンというふうに、すと読みます。ね、これ気づいたかと思うんですけれども、すべて女性名詞ですね。ですので、最後が、シオンで終わってる名詞というのは、すべて女性名詞になります。ただしですね、この t-e-o-n で終わっていたとしても、その直前にもし s、が来る場合には、これは、シオンではなくて、チオンと読むんですね。まあ、考えてみると当たり前ですよね。この S が前に来たら、SS とは読めないので、ST、ST、ST というふうに読むんですね。例えば、質問という単語。これは、question。ね。これは、ここが S と来るので、次の音が T となります。question。それから、管理という意味の名詞。これは、ジェスチョン、ね。それから消化という意味のこの名詞。これはディジェスチョン。はい。このように、スチオンというふうになります。これもやはりですね、t-e-o-n で終わっているので、すべて女性名詞になりますね。ただしですね、これが単語の真ん中に来ていたとしても、to ではなくて、すと読む場合があるんですね。その後は何かというと、忍耐、我慢という意味のこの単語、patience。ね。これは、パッティではなく、patience というふうに読みます。それからこれと似てる単語なんですけれども、待ちきれない思いという意味のこの単語、impatience。これも、science というふうに読みます。patience, impatience。これらの単語はもう、読み方の例外として、このまま覚えておいてください。ではですね、最後に、エクゼルシス、練習問題をやってみたいと思います。この単語、禁止、
これはどのように読むでしょうか？はい、正解は interdiction。Sion と読みますね。はい、次、保証金とか敷金という意味のこの単語、どう読むでしょうか？はい、正解は caution。ね、caution。これもすと読みます。最後、この提案という意味のこの単語、何と読むでしょう？はい、正解は suggestion ですね。これは、ここに S が来ているので、チオンというふうに読みます。ね、そうしないと S、S と重なってしまうので、ここは T という読み方になります。はい、じゃあ最後にまとめますと、通常、この T の文字は T と読みます。ただし、単語の語末に T-E-O-N と来た場合には、これはシオンというふうに S で読みますね。でも、語末の T-E-O-N の前に S がついていたら、これは、ティオンというふうに読みます。ね、SS と重ねて読むことができないので、S がついていたらティオンになります。で、パッシオンス、アンパッシオンスは例外的にこの T の文字もスと読みますね。シオンス、シオンスというふうに読みます。はい、以上4つのことはしっかりと覚えておいてください。以上がフランス語の手をすと読む場合でした。Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, c'est Izumi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. 皆さんこんにちは。フランス語講師のロスティーズミです。トレビアンフランス語アカデミーでは本気でフランス語の基礎を身につけたいという方のためにオンラインのフランス語マンツーマンコーチングをご提供しています。これからフランス語圏に留学をしたい、または仕事でフランス語が必要だという方のために6ヶ月間で効率よく、オンラインでフランス語の基礎をお教えしています。ご興味のある方はぜひこの動画の下にあるリンクをクリックして、メルマガにご登録ください。またはですねトレビアンフランス語アカデミーで検索をして、こちらからメルマガの登録をしてください。フランス語の勉強に役立つ情報を、毎日月曜日から金曜日までお届けしています。ご登録してくださった方にはただいま、0から30分間でフランス語が読めるようになるレッスン動画、そしてフランス語の初級レッスン、ルッソン1からルッソン6、1から6までを無料でプレゼントしています。ですので、フランス語が勉強したいんだけれども、なかなか一人じゃできないという方ですとか、フランス語学校に通う時間がない、またフランス語学校が近くにないという方、ぜひ、一度メルマガを読んでみてください。それでは、merci beaucoup et à très bientôt!